はやーい。2010年2月27日。9×6 イコール54は少なすぎないか？黒く67くらいあっても良いと思う。ケチケチせずに72ぐらいあれよ。黒く67は少ない。最大の数9がいるんだから75は欲しいわ。79でどうだ？そもそも 9×6 を計算することが悪。7波56の方が納得いかんな。6が81は多すぎる。6636は少ない。40いってもいい。9×6 イコールセクションだろ JK。アホがいた。こういう才能が欲しい。9×5 が45もあるのに 9×6 は54しかないのは納得できん。8波64は妥当。多分これ、人類が10進法を採用したから起こる違和感なんだろうな。12進法を採用していれば、こんなことにはならなかった。4728。答えのこれじゃない感は異常。4の段だったら確かに一番しっくりこないな。7が邪魔してるよな。27の方がいいかな。定期テストとかの複雑な問題の時に焦ってると、あれ？4728だっけ？逆から考えよう。7428だっけ？あれ？ってなる。それより8756だろ。8と7っていうでかい数字が2つ並んでるのに少なすぎる。654は良いけど654は納得いかない。それわかる。981の方が納得いかない。ほとんど10同士の2人が掛け合わされても100まであと19も残っているという現実。確かにおかしい。19って、奇数なのが変だ。直感でおかしいと思える。988ならまだ納得いく。988なら語呂もいいし覚えやすい。7749って50になりきれない感じが切なくてめっちゃ好き。本当は50になりたかったわけか。しくしく。8756のトップクラスの実力だけどトップにはなれない感。982の完成度は異常。3×3 イコールオールスターズ。こいつは強い。クレイが例は、あんまりじゃないか。かけた相手を無条件で同化させる例3最強。例はラスボスみたいだな。すべてを無力化する例は中に心をくすぐる。9×8 の最強の2人がタッグ組む感じすこ。8×9 では表せない感動があると思うんだ。めっちゃわかる。先に大きい方を表記することによりなんかすごく見せる高等テクニック。ハンターハンターの会長とキルアのじいちゃんが手組んでた時みたいな感じ。1の段のチュートリアル感。因1が1も原点にして頂点って感じがしてすこ。1の4のノコノコ感。9の段クッパ感。65の普段は目立たないけど確かな実力があるベテラン感が好み。個人的には77かっこよくない？トリッキー×トリッキーって感じで。個人的には8波64が一番好きです。こう、整ってる感じがする。250の優しさに溢れる感じ好き。なんか温かみがあるよな。ちっちゃい系の可愛いキャラ。絶対回復系スキル持ち。8×8 の2体同時に倒さないといけないボス感すこ。これはわかる。エヴァにいたよなそんなやつ。7+8 イコール15って少なくね？おかしくね？7って結構でかくね？8なんてさらにでかいじゃん。7でさえでかいのに8ってさらにでかいじゃん。確かに15ってすごいけどこの2人が力を合わせたら16ぐらいいきそうな気がしね？2人とも強豪なんだからもっといっても良さそうじゃね？なんかおかしくね？111+999 が1000ではなく、1110なことに違和感を感じる。さすがにそれはねえぜ。777+333 イコール1000ならわかるけどね。777円のもの買って1000円渡したら333円欲しい。その金額渡す店員の気持ちはわからんでもない。お釣りは334円か。うん。21が2に人がし23元気で03死んだ西はあっちで東はこっちに5は本命で26は大穴に7が株で28はぶっつり肉はいい肉上カルビ。バカ兄弟おつ。午後25の完成度は異常。午後25って絶対防御力高い。午後25イコールポリゴン。結局これを誰も超えられない。午後25のデータキャラ感。5×5 イコール25、5×25 イコール125、5×125 イコール625、すごく綺麗です。5って何をかけても美しいよな。5630、ガハハ、なイメージ。5735の台無し感は異常。7は不安定が売りなのに安定してどうすんだよ。46は好き。安定と安全を手に入れた感じ。11×11 イコール121、12×12 イコール144、13×13 イコール169、あたりの安定感はさすが。12×12=144 の皆から好かれる万能な先輩感好き。16×16=256 の安定感も捨てがたい。肉18の癒やしさは快感。シシチ28のかっこよさは異常。肉18は少なすぎる。2が足を引っ張ってるとはいえ弱すぎる。2の可能性を9が引き上げたと見れば9の強さが引き立つのではないか。掛け算に疑問を持つとかどういう感覚なんだか理解できん。あくまで言語という括りで見れば、1+1=2も1+1=1のどちらが正しいかは言えない。個人的に5+8=13か。個人的には7+5=12が、奇数同士なのに偶数の代表格みたいな数が出てくるのはちょっと。逆に一番完成してるのってなんだ ?520。342は単純ながらも美しい。749の韻の踏み方が素晴らしい。6636の地味だけど安定した強さを誇るのはピッコロ大魔王に相当するな。いや、お前ら6を過大評価しすぎだよ。6なんてほんと4くらいの実力しかないよ実際。昔、俺は6の次が7っていうのが信じられなかった。間にあと2つは欲しい。7749が過小評価。7なんか余裕で5以上なのに、65くらいあってもいい。11×11は111にしてほしい。8の段は優秀だよな。どれも妥当。それは機械的で冷たい。未来を感じないな。黒くより6くのが好きだ。8×64には何かこう、圧力を感じる。2×8=16は8のポテンシャルをよく表してる。理系の奴らは理屈で語るから嫌いなんだよ。要はインスピレーションなんだよ。くくって覚えるの5の段まででいいだろ。数字逆にすればいいのに、なんでざわざわ6から9の段覚えなきゃならんの。俺頭良すぎ。文部省に文句言ってやろ。マジレスすると5の段以上は3桁×3桁のための布石。9×9までで終わってるやつは掛け算能力の 2% くらしか利用できてない。なんかこいつら仲悪くね。7の段の実力だけじゃ倒せないトリッキー感は異常。クソわかるわ、センスで戦いそう。7のクセモノ感半端ない。すごくわかる。魔術師感。戦いを振り返った時に7が一番苦戦したなーってなる中ボス感。今までパワーでゴリ押してたやつはここで止まるんだろうな。1はドラえもん。万能だけどドジっ子。2は熱気バサラ。アホみたいに情熱を振りかざす。3は仮面ライダー2号。戦うことに疑問を持たない。4はビッパー。暇人集団。5はスパイクスピーゲル。最後の時まで意地を張る。6はピッコロ大魔王。ひたすらかっこいい。7は古代進む。死亡フラグなんて気にしない。8は相川翔。嫌な奴は愚痴のメス。9は安室。ちょっと落ち着け。0は平沢優衣。頭がゆるい。イメージはこんな感じ。ちょっとよくわかりませんね。なんか数字に人格を感じないキャラクターがあると思うんだ。2はツンデレですね。わかります。7はイケメン、3はブサイク、4は美人、6はブス。もう 3×6 とか笑えてきて計算できないな。かけるの記号を見るだけでなんかホモっぽく見えるようになってしまった。奇数がモデル体型で偶数が巨乳だけどちょいぽっちゃりって感じ。偶数ってなんかダサくね。いや偶数って美しいだろ。9の段の今まで倒してきたボスとの再戦と、すべてを倒した先に鎮座する九九ほんと好き。9の段は1から8の段のすべてのボスと連戦した後、九九世界を支配する九九81が現れるという鳥肌ものの演出。霊が最強なんだよな。それじゃあ今日から九九を覚えていきましょう、とか言われて始めた九九暗記の一番最後が九九なの。なんというかチュートリアルで大事になったギミックがラス段の鍵になってた時みたいな壮大な伏線回収を感じて好きだった。最終回でタイトル回収する作品は名作。昔は最初が九九だったらしいね。いや、まず 13×13=169 なのはいい。だが 14×14=196。お前は認めない。確かに 14×14 は過大評価。奴はそんなポテンシャル高くない。まず6×554が少ないとかの発想に至るとこが天才。こう見るとやっぱ少ないな。一瞬九九を忘れてしまうすれ。お前らの感性が好き。今回は6×554が少なすぎないか議論するスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。